ょっとでかいぞ。でかい。1年バラしたくないぞ。ブーン。日本中の皆さんどうもこんばんは。今日ね、なんと釣り来ました。てるちゃんとおーちゃんと一緒にね、釣りしますよ。どうもどうも、ちょっと向こう行って。てるちゃんさん。てるちゃん。あ、どうも、てるちゃんです。そのサングラス怖いし、ちょっと反射で俺が丸釣りになるから、ちょっとダメよ。もうてるちゃん。どうも、てるちゃんです。さっきのメガネ、何あれ、カッコつけて。あれ、ちらっと映った。だから顔がもう生きっとるから。ごめんなさい。てるちゃん。はい。自己紹介して。あ、皆さん、はじめまして。てるおです。よろしくお願いします。てるちゃん。はい。俺も本当に頭が悪くてさ、僕も悪いよ。うん、俺も本当ゴキブリみたいな人間なんだ。本当？あ、てるちゃんは。だけどね、てるちゃんね、もっとゴキブリ。いや、てるちゃんは本当いい子だからね。何やそれ、どうした？自分ゴキブリみたいな人間なんでお願いします。そうか、お前ゴキブリか。ゴキブリ。笑い方がお前。笑い方がてるちゃんっぽくないよ。あ、本当。じゃないよ。臭いの。ごめんなさい。いいよいいよ。今日釣れるといいね。うん、頑張る。そう、てるちゃん。あ、ごめんなさい。いやいや。あ、鈴木さんどうも、はじめまして。はじめまして。いやー、映画若杉ありがとうございました。いや、楽しかったです、あれ。はい。まおちゃんさんも。はい、どうも、お久しぶりです、神様。あ、はじめまして。あ、はじめまして、よろしくお願いします。てるちゃん、よかったね、俺たち。いや、嬉しいよ、もう緊張して、もうちょっとやばい、おしっこでもらえそうな。じゃあ、頑張ろう。どうも、おちゃんさん、久しぶりです。お久しぶりです、神様。はい、おちゃんのロッド、あ、さすが。アブノ様です。モアザン。あ、ディーラーモアザンです。モアザンからアブノ。これ、アブノソルティステージだったか、確か。これは PE は何、1.5 号。 PE は 1.2 号。 1.2 号のリーダーは4号ですね。これね、おちゃんさん、これ見てほしいんですけど、わざと差を折ってるんですよ。はい、ああ、やっぱそうなんですか。なんでやってるかっていうと、はい、あのバレる可能性が上がるんですけど、はい、1回目のバイトが、はい、こうやってガーンっていう、要するに竿が柔らかいと吸収しちゃうからバレないって釣れる可能性は上がるんですけど、はい、衝撃がこうガーンってくるの、これ。なるほど。めちゃくちゃすごいの。だから巻いてたらガーンっていきなり来て、バレることもあるけど嬉しさが味わえるという竿。なるほどね。超過を超越した、すごい、バイトを感じれる竿。これ先神様仕様ってことですね。そう、先が曲がってると調整しちゃってスムーズに釣っちゃって味わえないんですよ。だから曲がりにくい太さのところに、そう、これでね、釣ってみたら分かるけど、いや、巻いてたらガーンっていきなり来る、ガーンってくる、手がこんぐらい引っ張られる、おーガーンって。だから感動できる竿。それわざとこれ語ってますね。あ、行こう行こう。神様、タモはなくて大丈夫ですか？あ、あるある。あ、うん、用意してくれてる。あ、でも持ってった方がもしかしたらいいかも。どうだろう。お、もう一応持ってといたら。いやー、釣れるといいですね、おちゃんさん。釣りましょう。ねえ。釣れなくても釣りましょう。釣りましょう。気をつけてね、みんな。今日もお母さんと一緒に釣り。よいしょ。よいしょ。大丈夫か。あ、気をつけて。あ、危ない危ない危ない。ちょっと足元気をつけて。助かれ。落ちた方が数字はいいかも。カメラ回っちゃうとこで落ちられてもちょっと困るな。お母さん、今日はどういう感じで。何で会いますか。いや、 お任せで。何が釣れるんですかね。シーバスやりますか。じゃあシーバスです。あ、シーバス。シーバスやります。今日はどんな状況なんですかね。はい、まあ、どこやろうかなってなんですか。そこに値札が貼り回したんですね。あ、ちょっと買ってきたんです。泳げないんで。泳げないもん。より安全性の高いやつ大事ですよ。じゃあ今日ちょサイズはどうですかね。サイズはあんまり大きくないですね。あ、まあでも釣れやすい。まあ行ってみないと分かんないですね。そうそう、行ってみないと風したい。ちょっと行ってみないと分かんないそうですけど、はい、ちょっと頑張りましょう。やりましょう。今日風強い。てるちゃん投げ釣ったって。うわ、結構波すごい今日。うわ、揺れる揺れる揺れる。おーちゃん、おーちゃん大丈夫。おーちゃん足大丈夫。足カメラ気をつけてね。よし、おーちゃん頼む。さすが魚釣りの鬼。
あ、GoPro もやったよね。 GoPro も回してますよ。よっしゃ、そこまでつけんと。釣ってくれ。めっちゃ揺れるな。めっちゃ揺れるおーちゃん。マジ？テールちゃん、テールちゃん風やべえ。やばいよ、おい。やべえ。テルちゃんやべえ。テルちゃん怖い。移動してきたよ。あ、すいません。俺もぐちょぐちょになった。あの座ったらケツがびちゃびちゃになっちゃった。おーちゃんもじゃん。ケツ。俺と一緒や。海水。ここ水深13メーターなんですけど、意外に上層のミノーで引いたら釣れるそうです。沈ませなくて、あ、一緒ですね。アユカラーで浮いてるそうです。あ、じゃあ障害物に。あ、まだです。はい、まだです。止めてから。いやー、一投目来るよ。こういう時ね。釣れてないです。はじめがいい。スピンベイト行けよ。スピンベイト。はじめの5頭ぐらいで釣れちゃう。中に入れてください。あ、この中です。中にぶち込んで、スパーンと中にぶち込んで、中出しですね。中出ししてやるよ。中にぶち込んで、右が鈴木さんのお尻と左がおーちゃんさん。もう投げてスーッと巻いていく。右が鈴木さんのお尻で左がおーちゃんさんのお尻。あ、お尻が入れたです。なんで。よし、早いかなぐらいで。おー、来ないな。いや、意外に俺来ると思うな、これは。来ますかね。早い段階で来るよ、いれば。あー、つっちゃった。もっと早く早巻き、もう早くさーっと巻いてくると、いれば食うそうです。おーちゃんさん、それ何ですか？ミノーは。ミノーはこれなんかディオのシンキングミノー。あ、ディオの。てるちゃん、楽しいね、やっぱり。いいね、釣りは。ねえ、ねえ、てるちゃんちょっと笑顔頼むよ。何？なんか最高の笑顔。作り笑顔。いや、てるちゃんモテるからな。ただまた始まった。嫉妬するわ。また鈴木さんマジでモテるんですよ。顔笑っとるよ。じゃあ顔見たらオーラがね。ねえ、あ、ごめんなさい、ごめんなさい。いや、てるちゃんちょっとすいません、お母さん今切れそうになりました。お母さん、お母さん、ごめんなさい。てるちゃん、ちょっと船長さんに申し訳ございません。それ置いてさ、うん、一番やっちゃいけないもんね。そう。てるちゃん、すいませんでした、先生。申し訳ないです。いやー、でもいいえ、てるちゃんも、おーちゃんさん、てるちゃんさんモテるんですよ。そうなんですか。いや、僕は全くモテないタイプで、結構嫌われがちなんです、女性にね。てるちゃんは優しいから。いや、でも、いや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 、もう俺は相手なら、顔見たら若いし、やっぱりモテると思う。てるちゃん、さっき言ったじゃないですか、オープニングで。金はないけど俺はモテるって。奇跡の名言が。ちょっと一発釣れそう。これは釣れそう。あ、今のいいとこ行った。おじゃ、今のいいとこ行ったね。折ったら食いついてくんじゃないかな。いやー、お母さん、ありがとうございます。もう今年初シーバスです。ちょっと釣りを行った時引退してたんですけど、やっぱりこの引きはありがとうございます。ミノでしたね。シャッドでした。釣れたのはシャッドでした。てるちゃん、ルアー何やっとん？バイブレーション、ずっとシャッドが釣れるぞ。シャッド釣れる。うん、しかも俺の秘密のシャッドだから。あの、ヨズリです。ヨズリシリーズ、あれ強いのよ。ヨズリシャッド、あ、しかも680円。激安だけど、なぜか釣れるという。なんだろうな、シャットならではの動きかな。スーさんと、王さんですね。
オーサンスーさん。待てよ、いつもこれでバラすんだけど、どうしても取りたい。食べた、おい、食った食った食った。ちょっとでかいよ、巻いてこれないから。ちょっとでかいぞ、でかい。一年バラしたくないぞ。ちょ、孫近これ。うわ、ブリ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 。じゃあブリブリだって。魚が違う、上がってこないから。ブリブリ